デームジュリー・エリザベス・アンドリュースは、イギリス生まれの女優、歌手、作家、演出家、ダンサー。2000年、エリザベス2世より、舞台芸術の功績で、大英帝国勲章に移情され、デームの称号をつけて呼ばれる。アンドリュースは、ウエストエンドシアターで1948年にデビューした。また1954年の上演作品、ボーイフレンドで、ブロードウェイデビューし、 両方とも、トニー賞に、彼女がノミネートされた、マイ・フェア・レディ、キャメロットで世間の名声を得た。1957年にはテレビで1億人以上が視聴したミュージカル、シンデレラに主演した。アンドリュースは、ディズニー映画、メリー・ポピンズで、長編映画デビューし、アカデミー、ディズニー映画で、アカデミー主演女優賞に、ノミネートされたのは未だに彼女だけである。 サウンド・オブ・ミュージックでは2回目のアカデミー賞ノミネートを果たし、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。後者の映画は現在でも最高興行収入を獲得した映画第3位である。1964年から1967年の間、被教者の勲章、ハワイ、アルフレッド・ヒッチコック監督作品、引き裂かれたカーテン、モダン、ミリーなどでも人気を得て、 当時の世界で一番成功した映画スターとなった。1970年代、映画でのキャリアは、スター。暁の出撃、夕場への商業失望により鈍化していった。しかし、10で商業成功の卓越性に戻り、ビクター、ビクトリアでは3回目のアカデミー賞ノミネートを果たした。1980年代の残りは、 評価などからは絶賛されたものの商業的に不成功だったザッツライフとデュエットフォーワンに出演した。1990年代、彼女の名声は薄らいでいった。アンドリュースの映画でのキャリアはプリティ・プリンセスとその続編プリティ・プリンセスにロイヤル・ウェディング・アニメーション映画シュレックシリーズ怪盗グルーの月泥棒 3D の成功でもう一度復活した。 彼女の4オクターブもの非常に印象的な聖域は1997年の喉の手術によって失われてしまった。2003年にはサッグハーバーのベイストリートシアターで彼女の最初のブロードウェイ成功作であるボーイフレンドが公演され、アンドリウスは児童作家でもあり、2008年にロンドン大空襲の思い出などが含まれている自伝、ホーム、A。 メモオ・オブ・マイ・アーリー・イヤーズを出版した。アンドリュースはアカデミー賞を一度受賞している他に、英国アカデミー賞を一度、ゴールデングローブ賞を5度、グラミー賞を3度、エミー賞を2度、そしてディズニー・レジェンドとケネディ・センター名誉賞の受賞経験がある。2002年、100名の最も偉大な英国人に59位で選出された。 ジュリア・エリザベス・ウェルズは1935年10月1日、イギリスのサリー州ウォルトン・オン・テムズで生まれた。母親のバーバラ・ワード・ウェルズは金属加工と木工の学校教師のエドワード・チャールズ、テッド・ウェルズと結婚した。しかし、アンドリュースは母親が彼女が知らない友人とよく会っているのを不思議に思っていた。1950年にアンドリュースは、 本当の父親は別の人だと母に教えられたが、2008年に自伝が出版されるまで公表されなかった。第二次世界大戦が勃発した頃、バーバラとテッドウェルズは別々の道を行くことになる。バーバラがテッド・アンドリュースとエンターテイメンツ・ナショナルサービス・アソシエーションで軍隊の接待をしていた頃、ロンドン大空襲によってサリーに疎開してきた子供たちを支援したテッドウェルズで、 あったが、しばらくして二人は離婚した。バーバラが、テッド・アンドリュースと、そしてテッド・ウェルズが、サリーのヒンチリーウッドの戦時工場で、織物の仕事をしていた元ヘアスタイリストと、両者とも1939年に再婚した。アンドリュースはしばらく、テッド・ウェルズと弟のジョンと住んでいたが、1940年頃、頃テッド・ウェルズは、才能のある娘に、 巧妙なトレーニングを受けさせた方が良いと考え、彼女の母親と岐阜のところに行かせた。2008年に出版された自伝によると、ジュリーは、テッド・アンドリュースを、テッド・おじさんと呼んでいたのだが、彼女の母親にギフを、お父さんと呼びなさいと言われ、呼び名を変えた。しかしジュリーは、まだ幼く、テッド・ウェルズのことを忘れられなかったため、この呼び名を嫌ったという。アンドリュースは、 彼女の家族はとても貧乏でロンドンのスラム街に住んでいたその頃は私が人生で一番苦労した時期です。と語っている彼女の義父は乱暴でアルコール依存症であったテッド・アンドリュースは酔って彼のママ娘とベッドを共にしようと2回も試みたためアンドリュースは部屋に鍵をかけるようになったしかし母親と義父による公演の成功とともに 生活に余裕ができたためもう少し良い地域に住めるようになり、まず、ベックナム、そして戦争の終結とともに、アンドリュースの故郷であるハーシャムに順に移っていった。そして、アンドリュースの家族は、昔母方の祖母が家政婦として勤めていた家に居住した。アンドリュースのママ父は彼女にレッスンを受けさせ始めた。最初は、ロンドンにある舞台芸術に特化した学校である。 ランドンコン、リップマンスクールで、さらには、ソプラノ歌手で、声楽師でもあるマダム・リリアン・スタイルズ・アレンに学んだ。リリアンについてアンドリュースは、彼女は私に大きな影響を与えてくれました。彼女は私の三人目の母のような存在で、私は世界中で一番たくさんの母親と父親がいます。と語っている。リリアンの自伝、ジュリー・アンドリューズ、マイスター・ププルで、 リリアンは、ジュリーの声の精度と音質には驚かされた。彼女には、優れた絶対音感の才能があった。と書いている。アンドリウスは、マダムは、私が、モーツァルトやロッシーニをできると確信していたけれど、正直なところ私は一度もやったことがありません。と後に語っている。自身の声について、私は混ざり気のない、綺麗で、とても細く、四オクターブの声を持っていて、 犬が数マイル離れていても呼べたほどでした。と語っている。ランドンコン・リップマンスクールを卒業後、ベックナムの地元の学校ウッドブルックスクールで芸術教育を続けた。ジュリー・アンドリュースは1945年の初期から2年間両親と未課金で自発的にステージに上がる。ある日、昼寝をしなさいと言われました。それは、ママと、 パパと一緒に夜に歌うことになったからでしたと当時の状況を振り返っている。彼女はまだ小さかったためビールの木枠の上に立ちマイクで歌った。時々は母親がピアノの伴奏をし、それに合わせてソロかギフトのデュエットをした。緊張して恐ろしかったですがうまくいきました。ジュリー・アンリュースはギフが彼女をロンドンにあるモス・エンパイアーズの有名な コンサート会場などを管理していたバルパーネルに紹介し一気に脚光を浴びた。1947年10月22日にアンドリュースはロンドンのヒッポドロームでオペラミニョンの中の難しいアリアである私はキタニアをスターライトルーフというミュージカルのレビューで歌いプロのソロデビューを果たした。彼女はヒッポドロームで1年間公演するアンドリュースは スターライトルーフについて、そこには風船で動物を作った素晴らしいアメリカ人のコメディアンのウォーリーボーグがいました。彼は客席にいる小さな女の子か男の子で誰かこれを欲しい人はいるかいと聞きました。そこで私は急いでステージに上がり私に一つください。というと彼は私に話しかけてきて私が歌いますと言うと幸いなことに ショーはいきなり静かになりました。それだけではなく、観客は夢中になって聞いてくれました。と語っている。1948年の11月1日に、ジュリー・リュースは、ロンドン・パレディアム劇場で、ダニー・ケイ、ニコラス兄弟、コメディコンビであるジョージ・とバート・バーナードと共に、ジョージ6世の家族の前で講演し、 ロイヤルコマンドバラエティパフォーマンスで一人で講演した最年少のパフォーマーとなった。ジュリー・リュースは両親と共にラジオやテレビに出演する。BBC ライトプログラムのエピソードで、ミュージカルでコメディショーのアップザ・ポール、そしてエジェケイティング・アーチーに1950年から1952年まで出演する。 1949年10月8日に放送された BBC のデイディオリンピアショータイムでテレビデビューを飾った。アンドリュースはウェストエンドにあるロンドンカジノ劇場でバッドラ・オルバド・アビメを演じたアラジン、ハンプティ・ダンプティをそれぞれ1年ずつ公演した。他にも地方の劇場などでジャックと豆の木、赤ずきん、主演としてシンデレラなどにも出演した。 1960年代の頃の写真彼女の19歳の誕生日の前夜の1954年9月30日にジュリー・アンドリュースはロンドンで大成功したミュージカルボーイ・フレンドのポリー・ブラウン役でブロードウェイデビューを果たす。批評家たちはアンドリュースはこのミュージカルで優れた人材だと評した。ボーイ・フレンドの契約が切れる間際にアンドリュースはブロードウェイの マイフェアレディのオーディションを受けてはどうかと勧められ、見事選ばれた1955年の11月に、彼女にとっては初めてのテレビ映画である、ハイトアに出演する契約を交わし、ビング・クロスビーと共演した。アンドリュースは、リチャード・ロジャーズのミュージカル、パイプドリームのオーディションを受けた。ロジャーズは彼女を、パイプドリームに出演させたいと思ったが、彼は、もし、 アラン・ジェーラーナーとフレデリック・ローのマイ・フェア・レディにオファーされたらそちらに出演しなさいとアドバイスをする。1956年、彼女はマイ・フェア・レディにレックス・ハリソンのヘンリー・ヒギンズ役に対し、イライザ・デューリトル役として出演する。ロジャーズはマイ・フェア・レディでのアンドリュースの才能に感心し、彼女はロジャースハマースタインのテレビミュージカルであるシンデレラに出演した。 シンデレラはアルフレッド・アントニーにの音楽的な演出の下で1957年3月31日に CBS で放映され人々を魅惑し推定1億700万人が視聴した。このショーはニューヨークのブロードウェイ2248番の CBS スタジオ72よりカラーで放映された。現在は米国で DVD 化されたモノクロのキネスコープしか残っていない。アンドリュースはこの作品でエミー賞にノミネートされた。1958年から1962年の間は CBS のザ・ファビュラス・フィフティーズや NBC のザ・ブロードウェイ・オブ・ラーナーローなどの特別番組に出演する。エド・サリバン賞にゲスト出演したのに加えザ・ダイナ・ショア・チェビー賞。 ワッツマイライン、ザ・ジャック・ベニープログラム、ザ・ベルテレフォン・アワー、ザ・カリー・ムーアショーなどにも出演する。1962年6月、アンドリュースは CBS の特別番組のジュリーキャロル・アット・カーネギー・ホールでキャロル・バーネットと共演した。1960年、ラーナーとローは彼女をグイネビア王妃としてリチャード・バートンや当時まだ新人だったロバート・グーレ、 キャメロットに出演させた。バートンは後に、彼女のことを、彼女は僕の好きな共演者3人の中の1人で、他の2人はイーテイラーと P オトゥールだ。彼女は僕が唯一一緒に寝たことがない主演女優さ、などと語っている。しかし、映画スタジオのトップだったジャック・ワーナーはアンドリュースは、まだ映画に出演した経験がなく、映画版のマイフェア・レディでは、代わりにイライザは、 映画女優であるオードリー・ヘプバーンが演じた。ジャック・ワーナーは、私は自分の仕事上、誰が映画に利益を与えるかを知っている。オードリー・ヘプバーンが作品を赤字にさせるようなことは、絶対にない。と語っている。ワーナーは、アンドリュースのもう一つの当たり役、キャメロットの映画家権も持っており、アンドリュースはインタビューで、もちろん、キャメロットの映画家には出演したいと思いますわ。 だけど、ワーナーさんが私にやらせてくれるかしら、と述べており、最初は舞台のオリジナルキャストで映画化が発表されたが、結局映画ではバネッサレットグレーブがグイネビア王妃役を演じている。アンドリュースは1959年5月10日にサリーのウェイブリッジで舞台美術家であるトニー・ウォルトンと結婚した。彼らはアンドリュースがロンドン火事の劇場で、 ハンプティ・ダンプティを公演中に初めて出会った。アンドリュースと夫は1962年の9月にイギリスに戻り、娘のエマ・キャサリン・ウォルトンがロンドンで2ヶ月後に生まれた。1963年、アンドリュースはウォルト・ディズニー・ピクチャーズのミュージカル映画メリー・ポピンズの撮影を始める。ウォルト・ディズニーはキャメロットの公演を見てアンドリュースは何をやっても完璧。な。 イギリス人の何ニーにぴったりだと思った。アンドリュースはその頃、妊娠6ヶ月であったため断ったが、しかしディズニーは、丁寧に、待ちましょう。と断言した。映画、メリーポピンズで、メリーポピンズは、ディズニー史上、一番の興行成績を挙げた。アンドリュースはこの映画で1964年のアカデミー主演女優賞、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞した。 ディズニー映画でアカデミー主演女優賞にノミネートされたのは未だに彼女だけである。彼女と共演者たちはグラミー賞最優秀子供のためのアルバム賞も受賞した。ポピンズの作詞、作曲を担当したリチャード・ m シャーマンがメリー・ポピンズらしい可愛い司会詞をしようと考え、アンドリュースはゴールデングローブ賞の受賞スピーチで最後に これを現実にしてくださったジャック・アーナーさんに感謝したいと思います。マイ・フェア・レディは同じく、アンドリュースはジェームズ・ガーナーの相手役として、卑怯者の勲章に出演し、英国アカデミー賞最優秀英国女優賞にノミネートされた。この映画は第二次世界大戦中のロンドンが舞台のコメディドラマである。アンドリュースは共演者のジェームズ・ガーナーと同じく好きな、 映画としてこれを挙げている。1965年、アンドリュースはサウンドオブミュージックに出演し、その年の最高興行収入映画であり、20世紀、フォックス史上最大のヒットとなった。2013年現在、これは今までの映画の中で3番目の興行収入を挙げている。アンドリュースはこのマリア・フォントラップ役で2つ目のゴールデングローブ賞。 主演女優賞を受賞し、アカデミー主演女優賞にもノミネートされたが、ダーリングのジュリー・クリスティに敗れてしまった。サウンド・オブ・ミュージックの撮影後、NBC のバラエティシリーズである、アンディ・ウィリアムス賞にゲスト出演した。このエピソードで、エミー賞にノミネートされた。また、エミー賞を受賞した特別番組、ジュリー・アンドリュース賞で、ジーン・ケリー、ゲストとして、 ニュークライス・ティミンストレルズらと共演した。これは NBC で1965年11月に放映された。1966年、アンドリュースはハワイに出演し、その年の最高興行収入映画になっている。また、同じ年にアルフレッド・ヒッチコック監督映画、引き裂かれたカーテンに出演し、ポール・ニューマンと共演している。次の年には、 モダン・ミリーに出演し、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。当時、モダン・ミリーと引き裂かれたカーテンは、ユニバーサル・ピクチャーズ史上、それぞれ1番と2番目のヒットであった。ロック・ハドソンと映画、暁の出撃でのキスシーン・アンドリュースの次の出演作は、ハリウッドの最大の失敗作のうちの2つで、ガートル・ドローレンスの電気映画である、スター。 ロック・ハドソンと共演し、二人目の夫である、ブレイク・エドワーズ監督映画、赤月の出撃に出演した。二人はエドワーズが2010年に亡くなるまで別れることはなかった。1970年代、エドワーズとアンドリュースは1974年に、エイミー、1975年に、ジョアンナを養子に迎えている。エドワーズの前妻とこで、 アンドリュースとトニー・ウォルトンとの娘エマより、それぞれ3歳と5歳年上のジェニファーとジェフリーがいる。1970年に、アンドリュースは、ディズニー映画である、ベッド飾りと放棄の主演女優の候補のうちの一人で、あったが、結果的に、アンジェラ・ランズベリーが出演した。アンドリュースは、テレビ出演を続ける。1969年、歌手のハリー・ベラ・フォンテと NBC の特別番組の、 アンイブニングウィズ、ジュリー・アンドリューズハリー・ベラ・フォンテで共演する。1971年、彼女はゲストとして、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのグランド・オープンに立ち会い、同年キャロル・バーネットと CBS の特別番組、ジュリー・アンキャロル・ AT リンカーン・センターに出演した。1972から73年は、ABC で彼女自身のバラエティ番組である。 ジュリー・アンドリュース・アワーで主演を務める。この番組は七つのエミー賞を受賞したが、一シーズンで中止されてしまった。また、マンディで作家デビューも果たした。九百七十三年と九百七十五年の間、ABC の五つの特別番組に出演する。九百七十七年には、マペット賞にゲスト出演し、次の年には、CBS のバラエティ特別番組で再び、 マペットたちと共演した。そのプログラム、ジュリー・アンリューズ、ワンステップイントースプリングは1978年の3月に放送され、好ましくない批評を受け、波の視聴率になった。1970年代には他に、夕映と、天の2作品しか映画に出演していない。1980年2月、CBS の特別番組、ビコーズウィーケアで、 カンボジアの基金の被災者に寄付をしている30人のスターたちと共演した。次の年、映画、リトルミス・マーカーで主演を務める。1981年、ブレイク・エドワーズの SOB に出演し初のトップレスシーンを披露する。これは注目を集め、彼女の健康的でキュートなイメージを求めるファンに突きつけた。1982年、アンドリュースは、ビクター。 ビクトリアで、ビクトリア・グラントと、白尺・ビクター・グラジンスキーという2つの顔を持つ、役柄を演じ、相手役はまたジェームズ・ガーナーである。彼女の演技は、ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞し、3度目である、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。1983年、アンドリュースは、ハーバード大学、シアトリカル・ソサイティより、ウーマン・オブ・ジー・ヤーに選ばれた。 同年、バートレイノルズと共演した、グッバイ、デイビッドに出演した。次の映画は、彼女がゴールデングローブ賞にノミネートされた、ザッツ・ライフとデュエット・フォー・ワンである。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星1987年12月、ABC のクリスマス特別番組で、エミー賞5部門を受賞した、ジュリー・リューズ、ザ・サウンド・オブ・クリスマスに出演した。同年、 全米ツアーを行った。2年後の1989年、ABC で放送された特別番組で、キャロル・バーネットと3度目の共演を果たした。1991年、ABC のテレビ映画、君が眠る前に、で、アン・マーグレットと共演し、テレビドラマデビューを果たした。同年、アンドリュースは、ディズニーレジェンドを受賞した。1992年の夏、彼女にとって、 初のホームコメディであるジュリーでジェームズ・ファレンティノと共演し ABC で放送されたが7エピソード分しか続かなかった。1992年の12月 NBC の休暇特別番組クリスマス・イン・ワシントンでホストを務める。同年に開発されたバラの新種にジュリー・リュースの名前が付けられた。1993年。 マンハッタンシアタークラブでスティーブンソンドハイムのレビューであるオフブロードウェイミュージカルプッティング・イット・トゥ・ャザーのアメリカ初演を行った。1994年から1995年の間、一つ目はリチャード・ロジャーズ、二つ目はアラン・ジェイ・ラーナーのブロードウェイシリーズ、二つのソロアルバムをフィリップス・レーベルでレコーディングをする。1995年、彼女は 舞台ミュージカル版のビクター・ビクトリアに出演する。これは彼女がブロードウェイデビューをした35年後であった。1995年10月25日にブロードウェイのマーキュイス劇場で初演され、その日には特集番組ジュリー・リューズ・バック・オン・ブロードウェイが全米放映され、後に世界ツアーも行われた。トニー賞において本作品から ノミネートされたのはミュージカル主演女優賞へのジュリーのみだったため、公演後のスピーチでノミネート自体を発表し物議を醸した。このスピーチでのイグリ・ジェスリー・オーバーラークトというフレーズはこれ以降、同様のシチュエーションにおける決まり文句になっている。アンドリュースは1997年のブロードウェイの終演間近、声が撮影になり、ショーをやめざるを得なくなった。その後、 彼女はニューヨークのマウントサイナイ病院で喉から悲願性の生体結節を取り除く手術を受けた。また、私はがんもなく、結節もありませんでした。何もなかったのです。と述べている。1999年アンドリュースは喉の手術を行ったスコット・ケセラー氏とジェフリー・リビン氏を含むマウントサイナイ病院の医師を医療家ので告訴した。当初、 医師たちはアンドリュースに声は6週間で戻ると断言していたが、アンドリュースの義理の娘のジェニファー・エドワーズは1999年に2年も経ちましたが、まだそれは戻っていません。と話している。訴訟は2000年9月に落ち着いた。アンドリュースは1997年の生態から、血節を取り除くための手術の失敗によって亡くしたものは戻ってこないことを認めている。 有名な4オクターブのソプラノは、巨弱なアルトに変わってしまった。アンドリュースはそれについて、私は、ひどい調子外れなオールドマンリバーなら歌えます。と言っている。その後2000年からマサチューセッツ総合病院の院長のスティーブン・ M ・ゼートルズが彼女に4回手術をし話し声は戻ってきているものの、歌声までは戻っていない。歌声が失われたにもかかわらず、彼女は、 たくさんの仕事に関わり忙しかった。1998年にはロンドンで舞台作品のドリトル先生に出演した。ジュリー・アンドリュースのウェブサイトによると、オームのポリネシアの声を演じ、機械の鳥の口の中にあるコンピューターチップに700ほどの文や音を録音しました。動物とおしゃべりの歌ではオームのポリネシアも歌うそうである。 次の年1999年11月に放映されたテレビ映画ワンスペシャルナイトでジェームズ・ガーナーと再共演した。2000年、アンドリュースは舞台芸術の功績でエリザベス2世よりバッキンガム宮殿で大英帝国勲章を受訓し、デームコマンダーとなる。2002年には、 ビバリー・ワイルシャーホテルで開かれた女王の在位50周年を記念するゴールデン・ジュビリーのハリウッドパーティーでゲストの一人だった。彼女は2002年にイギリス大衆による投票で選ばれた BBC の100名の最も偉大な英国人で女優で唯一59位にランクインした。2001年ケネディセンター名誉賞を受賞する。同じ年、 サウンド・オブ・ミュージックで共演したクリストファー・プラマーと生放送でテレビ放送されたオン・ゴールデン・ポンドで再共演した。2001年、アンドリュースはプリティ・プリンセスに出演し、ディズニー映画はメリー・ポピンズ以来となった。彼女はクラリス・レナルディ女王を演じ、その続編、プリティ・プリンセスにロイヤル・ウェディングでも同役を演じた。プリティ・プリンセスにでは、 喉の手術を行ってから、初めて映画で歌った。そのユアクラウニンググローリーという歌は、彼女の回復してきている声に合わせ、一オクターブに限られた。ザ・フィルム、エスミュージックスーパーバイザー、ドーンソレール、リコールドザットアンドリューズネイルドザソング、オンザファーストテイク、アイルックドアラウンドアンド、アイソーグリップスウィズディアーズインゼアアイズ、アンドリュースはその後も、ディズニー関連の仕事を続け、 ニューヨークのプラザホテルに住む女の子を描いたケイ・トンプソンの児童書であるエロイーズシリーズを元にした二つのテレビ映画に出演した。お天んエロイーズキラキラ星のダンスパーティーは2003年4月に風切りされ、お天んエロイーズワクワククリスマスは2003年11月に放送された。アンドリュースはエミー賞にノミネートされた。同年サック・ハーバーの ベイストリートシアターで1954年に彼女がブロードウェイデビューを果たしたミュージカルボーイフレンドの再上演を演彼女の作品の衣装と舞台背景のデザインは全部のトニー・ウォールトンが担当し2005年にグッズピード・オペラハウスで再上演され2006年に全米ツアーが行われた2005年から2006年は ディズニーランドの50周年の18ヶ月にわたる祝賀イベント、地球上で一番ハッピーな企業公式の大使を務め、イベントの宣伝をするため各地を駆け回ったり、ナレーションを録音したり、パークのいくつかのイベントに姿を見せたりした。2004年、アニメ大ヒット作、シュレック2にリリアン王妃の声を担当し、シュレック3、シュレックフォーエバーの続編でも、同役を担当する。その後、 2007年、ディズニーのミュージカルコメディである、魔法にかけられてデナレーションをし、メリーポピンズのような典型的なディズニー映画に敬意を払っていることを人々に示した2007年1月、映画俳優組合より生涯功労賞を受賞し、彼女の目標はこれからも舞台の演出を続けること、そして彼女のブロードウェイミュージカルを演出することだと述べた。彼女は、次元の第一部と称した、 ホーム A メモアウー・オブ・マイ・アーリー・イヤーズが2008年4月1日に出版された。この本はイギリスの彼女の初期のイギリスでのミュージック・ホール・サーキットのことなどが記されていて、1962年にメリー・ポピンズ役を得るところで終わっている。2004年にウォルト・ディズニービデオのリリースのためにメリー・ポピンズを演じ、王様と猫の物語をナレーションした。 2008年の7月から8月上旬、アンドリュースはアメリカでの短いツアーである、ジュリー・アンドリューズ、ザ・ギフト・オブ・ミュージックでホストを務め、様々なロジャースアンドハマースタインの歌や、彼女の最近出版された本、シメオン、エス・ギフトに調和させて歌った。これは、かなりの年月を得て、生体手術後の、初めての講習向けの歌手としてのパフォーマンスとなった。2009年5月、 ポーリーパビリオンで例年行われる大会 UCLA スプリングシングで音楽の功労賞としてジョージアイラガーシュウィン賞を受賞した。受賞した際に彼女は言った。頑張れ、クマたち。SC に勝つのです。ストライクアップザバンド。一つ一つの勝利を祝うために。ゴーブルーインズ、ビート SC、レッドザガーシュウィンチューンズ、ストライクアップザバンド2。 セレブレイト・エブリ e ワン・オブ・ゾーズ・ビクトリーズ手形とサインチャイニーズシャッター前で2010年1月、アンドリュースはニューイヤーコンサートのアメリカでの公式プレゼンターを務める。これは彼女の前年に続いて2回目の出演となった。アンドリュースは興行収入は上げているものの否定的な評価を受けた映画妖精ファイターで助演した。この映画のプロモーションツアーで オペレーション USA を紹介し、ハイチ自身の援助キャンペーンを行った。2010年5月8日、アンドリュースは21年来のロンドンでのカムバックを果たした。オーニアリーナで講演し、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団が伴奏をし、演者5人と合唱した。その前、イギリスのテレビに出演し、本当に歌うのではないと説明した。その代わりに、 話すように歌うつもりだと言った。コンサートでは彼女は2回のソロといくつかのデュエットや伴奏部分を本当に歌った。その夜、2回もスタンディングオベーションをしたファンなどから好評を博したものの、批評家からはあまり注目されなかった。2010年5月18日、アンドリュースの23冊目の本が出版された。2010年6月には、ザベリーフェアリー、 プリンセスと題され、ニューヨークタイムズベストセラーリストの自動書で1位になった。2010年5月21日、映画、シュレック・フォーエバーが公開され、再度、女王役を演じた。2010年7月9日、アニメ映画、怪盗グルーの月泥棒 3D では、不親切だが優しい、主人公グルーの母の声を演じた。この映画は批評からから絶賛され、大ヒットした。 2010年10月28日、映画で、フォントラップファミリーを演じた俳優たちと映画の45周年を祝うために、オプラウィンフリー賞に出演した。数日後、24冊目の本、リトル・ボイ・ニ・イタリーが出版された。2010年12月15日、アンドリュースの夫、ブレイク・エドワーズが、カリフォルニア、サンタモニカのセイント・ジョンズ・ヘルスセンターで廃炎の、 合併症により死去した。アンドリュースは、彼が亡くなるとき、隣で見守っていたという。2011年2月、アンドリュースは、第53回グラミー賞のセレモニーで、グラミー賞生涯功労賞、娘のエマ・オールトン・ハミルトンと、共調した、ジュリー・アンドリューズ、A コレクション・オブ・ポエムズ、ソングズ・アンド・ララバイスで親子ともに、グラミー賞最優秀子供向けスポークンワード。 アルバム賞を受賞した。77歳の2013年に主催者がサウンド・オブ・ミュージックで共演して当時14歳であったニコラス・ハモンドである。初めてのオーストラリアとニュージーランドのツアーを引き受けた。歌の代わりに本土の5つのシュートで映画の契約のことについて話すシリーズを計画した。ニュージーランドでのイベントではセキュリティ上の問題があった。2018年に エミリー・ブラント主演のメリー・ポピンズ・リターンズへのカメを出演が依頼されたが、エミリーのメリー・ポピンズになってほしいと辞退をした。母はピアニストのバーバラ、父は学校教師のテッド・ウェルズ。二人の間には弟がいる。2008年出版の自伝で、本当の父親は別の人だと母に教えられたことを初めて公表したが、テッド・ウェルズを本当の父親として慕う気持ちは、 変わりないとも述べている。幼少の頃両親が離婚し、母は歌手テッド・アンドルーズと結婚。1959年には幼馴染でデザイナーのトニー・ウォルトンと結婚し、娘エマが生まれた。エマには現在子供が二人いる。ウォルトンとは1967年に離婚し、エマの親権を得たが、ウォルトンはジュリーとエマの書いた本のイラストを担当するなど、 現在でも進行は続いている。1969年に映画監督のブレイク・エドワーズと再婚。ABC テレビでのドキュメンタリー、ジュリー・アンリューズ・バック・オン・ブロードウェイで、エドワーズ監督は二人の最初の出会いを語り、ある日ビバリーヒルズのサンセット大通りの交差点で、信号待ちをする間、二人の運転する車が対向車線同士で停車し、目が合って、 ハローと挨拶を交わしすれ違ったと言った。そのまま青信号になって双方すれ違ったが互いに何か運命的に強烈な印象を残した模様だった。その後もエドワーズがあんなに魅力的なのだから足の間にはきっとスミレの花でも咲いているのかしらんと評したとかでそれを耳にしたアンドリュースがスミレの花束とレターを送ったという。そしてすぐ交際結婚となった。以降 2010年にエドワーズが亡くなるまでハリウッドのベストカップルとして知られた。70年代80年代の出演映画はほとんどエドワーズ作品である。エドワーズには前妻との子供ジェニファーとジェフリーがいるほかベトナム生まれの女の子二人を養子として迎えている。2月21日、22日フェスティバルホール、29日、3月1日に本部同館、4日。 東京厚生年金会館アンドリュースは、ジュリー・アンドリュース・エドワーズや、ジュリー・エドワーズというペンネームで本を出版することが多い。ありがとうございます。